この間の覚えてる？この間のあの王様にさ捕虜を連れてってさ、なんか渡したじゃん。で俺たちはさ仲良くさこのまま同じ国で暮らすかなって思ってたんだよ。捕虜の扱いはさ優しくしないといけないじゃん。でも うちの王様さなんか見た、パブロからのレーザーとか。ちょっと俺たち怖いねこれ。あ、やばい捕虜チャージャーで射抜いたとか。あ二人なんか多分悪いことしたんだろう。もうおもちゃにしてたよ、イカたちのことを。あれちょっとなんかやっぱこの国にね疑問を感じたから、まあ、ちょっと反乱起こさないかい、本能寺の変みたいな信長さんにあの俺らが明智光秀となって撃とう反乱だ、俺反乱軍だろオッケーいいよ、反乱軍よ、3人で反乱しよう、王様を。よしよしよし、行くぞ今から反乱を起こしに行くぞ。あの王様を、暴君と感じた王様を倒しに行け行け、いたあそこにいる、行け、あそこにいるぞ、なんか王様いる、やれ、やっちまえ、王様やっちまえ、逃げた、あ、パブロで逃げたぞ、王様、これが裏切られる気持ち、織田信長の気持ちが分かったな。お前、待って、危ない、あ、逃げてく、でも届かない、王様めっちゃ逃げてく、うまい、おい、行け、王様をやれ、うわぁ、やったー、倒したぞ、暴君倒したぞ、万歳。そしてこの国は平和になったとさ王様に銃突きつけてるこれはちょっと王様もかわいそうだな、なんか物騒だな、スプラトゥーンは物騒だな